リザーブはアメリカ合衆国ニューメキシコ州下、トロン郡の村。人口は2000年の国勢調査で387人。カトロン郡の軍長所在地である。現在町にはホテル、いくつかの商店、バー、診療所がある。古いアメリカ西部の特色を残す町である。町はエルフェゴバカがカウボーイのチャールズ・マカーティを捕らえるために彼を殺そうとしていた。 テキサスカウボーイのギャングたちを食い止めた場所でもある。リザーブはアリゾナニューメキシコ州境の平国有林に位置する。州最大の面積で最小の人口のカトロン軍の郡長所在地である。地域には岩ズライン国や歴史に残る西部劇時代の場所と同様にモゴヨンとアナサジの部族の遺跡が含まれる。 1860年代、メキシコ系アメリカ人は川沿いに一連の村々を創設し、それぞれアッパー、ロワー,ー、ミドル、サンフランシスコプラザと名付けた。1870年代後半にアングロ系入植者が到着し始めた。彼らはアッパーフリスコプラザを商人でサロンの所有者であったミリガンにちなんでミリガンズプラザと改名した。ミリガンズプラザは、 伝説のエルフェゴバカのフリスコ銃撃戦の場所である。1882年、または1884年、19歳のバカはどうも保安官代理を自称したらしく、そころからそのプラザイと130マイルを馬まやってきた。そこで彼は、酔っ払ったカウボーイに悩まされていた、メキシコ系アメリカ人のコミュニティに正義をもたらそうとした。80人のテキサス人に、 数で優位に立たれ、バカは、はかるに隠れて、そしてボートに包囲された。弾丸と、ダイナマイトでは彼を追い払うことができず、そして33時間の銃撃戦の末、バカは負傷することなく、敵に死と、大けがをもたらした。リザーブは、北緯33度42分31秒、整形108度45分39秒。 北緯33.70861度成形108.76083度、33.70861-108.76083に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、総面積は1 5 k 平方メートルで、すべて陸地である。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人種別人口構成世帯と、 家族年齢別人口構成収入と家計、ありがとうございます。